ですよね、そのものを入れて破壊後もってしたらかかったかもしれないですね。そうですね、そうですね、まあ、でも本当諸説あるみたいですよね。こう学校のようなホストの方で運搬するだけの大人の猫があるのか、犬でもないんですね。犬を生きてるっていうのもあるのかな、ね、でもいいですね、この作文用紙で、犬作文。番組では引き続き皆さんからのお手紙をお待ちしています。番組の感想や皆さんの毎日のちょっとしたこと、そしてこんな時だからこそ大切にしたい人や場所のこと教えてください。宛先は郵便番号 102-8080 東京都の三ノ瀬ポスト。たくさんのお手紙お待ちしています。お母さん、いつも仕事をしたいかな。私が教えてきたことを娘から言われてた。元気ないの、あれとかだって。子供には娘の一番の郵便局で働いている熊野めぐみの郵便屋コスコアだよ。ラジオはちょっと緊張するけど、お手紙みたいに声もしっかり届けるよ。せーの、コスコから送れるよって二人とも飛んできして顔ばっかりしてた。コスコみたいに人形さんも送れる。東京 FM のオフィステーションに JFN 全国38局ネットでお送りしてきましたサンデーズ。アワジアさん、そんなに久しぶりじゃないかなと思うんですけど、違いますか。ほら、僕の場合は郵便局長として言ってもあまりされない。やっぱり宇賀なすみさんが言ってこそ皆さん喜ばれるから。今日は大根山蔦屋書店でコストカーが運行していますけれども、明日